最前ね、ディスカウントアイテムを使って、ディスカウント率が 100% になると、アイテムがタダで買えて、それを売ると利益になるっていうのがあるんですが、さらにね、それを超えていけるらしいんですね。つまり、買った瞬間にお金がもらえて、売ってお金がもらえるみたいな、あるようで、でですね、マーチャントでパワーにするか、ベガーで体力にするか、アイテムの価格が、こっちは安くなってる。で、こっちだとゴールド獲得が減るか。どっちがいいんだろうな。ベガーにしてみようかな。ちょっと。あんま使わないですし。で、キング系武器がマジで弱いんですよね。まともな武器持ってないんで、最初に。グレートソードかな。で、このキャラは、なんかお金の代わりに、体力を使って買い物するみたいな。てかまあ体力とお金が紐づいてるんで、商品をね、不法にね、ただで取引すれば、それだけで、この体力がどんどん上がっていくはずですね。これを入れると、体力減っちゃうよと。4HP とか書いてあるよね。これがどうなるかだよね。なんか、買って体力が増えて、売って増えるみたいな、そういう次元。ちょっと難しい。掴みづらいですけど、ここで行ってみましょう。スタートもレイピアですよ。これ間違いないですね。まあ、ここ剣じゃないんで、シナジーはないですけど。まず出やすいんかな。出やすさも大事ですからね。で、ここ、リロールでお金、こっちで HP 使うんで、大丈夫ですか？レベルアップせずに、ここの体力増えていくんで、これがね、どうなるかね。このキャラ、ベガーの、ね、楽しみどころですよ。でもしあれ HP だからなんかそのプライスダウンが効かない的な感じでアイテムがそもそも出ないんであれば計画は破綻だね。どうでしょうね。とりあえずこのアイテムはちょっと右にずらして、攻撃速度下がるから上げて、もういいかな。お金マイナスが大きいから入れて、入れて、運か。運も欲しいですね。20。よし。悪くない領域になりましたね。で、回すお金は別にいいんですよね。まあ、でも今何も出ないか。ここで稼ぎをプラスにして、ちょっと増やしていかないとね。どうだ？とりあえず武器は右に入れれるようにちょっと広げとこうか。サイコロ邪魔かな。あんまり買い物しないでいいように
運は入れて、で、下がった攻撃速度を戻す。じゃ、ここにここかな。で、とりあえずこれで戻して、で、運、ああ、いい、とりあえずじゃあ、ここサイコロ軍団だね。ライフスティールないんですけど、大丈夫ですか？クレートコールで頑張ろうみたいな。言えないですけどね。おー、さきました、こちら。で、3HP、3HP とかですけども、こちらがですね、どうなるか。ドン、変わらないな。いや、まだわかんないか？もっと大きいとこで見ないとわかんないかな。少量のゴールドを使用費して最大体力アップ、ゴールドの代わりに体力を消費してアイテム購入。さ、もしかして。もしかしてこれは。ね、あの出たんでね、もう運いらないんじゃないかな。ちょっとあんまり取らないで。いらないアイテムがね、どんなもん出るかですよね、問題は。まだ 10% しか変わってないから、例えば元が3とかだと 10% じゃね変わらないと思うんですね。もともと10以上のアイテム、足かせとか12で売ってたんで。死んじゃう死んじゃう。さあ、このレイピアを買い替えてみようと思うんですけど、これ外すと9になるので効いてます。で、これを増やしていけばHP を変えるというね。HP なんで、なんて言うんでしょう。何しても HP が増えるみたいな。そんな現象が起こせると思うので、ちょっと楽しみですね。そこまでいかないといけない。わー、どうしようか。下げて、攻撃速度範囲欲しいですね。くそ、瀕死だ。マジで瀕死だ。7、13減るな。ちょっと悩ましいですね。今じゃないかな。さあ、いけるでしょうか。怖いです。ただただ怖いです。ちょっと買い物がなくなれば、体力増えると思うんで、今はちょっと先行投資ですね。レベルナイスナイス、絶対生きろよ。どう出るかな。1個かまだ10個。おー、レベルが。まあ交換していいか。ちょっとこれは高いですけど、でお金が増えれば、あ、ちょ、ここもまとめておいちゃおうか。ちょうどいいですね。ちょうどいいっていうか、まあ、増やせないですけど、ちょうどいいだと。ここにスーパーゾーンだね、右にね。で、フロア10までにもう一個武器増やしたいな、くらいの。よし。いかれ、ライフスティー出なくね。なんか全然見ないんですけど。レイピア交換です。この爪をしっかりと研ぎ上げていこうか。ちょ、戦力がやばすぎる。で、買い物 HP でしてるから、これ狙いとしてね、リロールがしやすいという、こちらです。これがメリットですね。いや、怖え怖えな。爪にしようか。あ、ライフスリー来た。ちょっとこれを、これあげます。体力上がるから、まあ総裁みたいなもんだね。53、爆破来たら死にますよ。ほぼ一撃で。
バシドゥン終わりですよ。バシドゥントゥイーンって聞こえてきそうですけど、広いね、耐えれそうだ。今足が遅いのはメリットになってるんですけど、もうやばい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 、あいつが来たら死ぬ。あ、でも体力上がってます、助かりました。めちゃくちゃ HP 増えるんで、OK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 。 見てください、この増え方、50なんかから116まで。これがね、ちょっとうまくいけば何しても体力が増えるっていう確変に入りますから、こうご期待ですね。これが全然足んないけど、まだね6ですからね、6にしたらすごいトリッキーな戦いしてますけども。金か、なるほど。そして相殺するな、この瞳を相殺する、何の意味もなくなるね。そうか、でも足速くなるパターンがまだ見えるんですよね。お金 10% 嬉しいんですけど、ちょっと流しましょう。回避と攻撃、アーマーちょっと下がってるから、ちょっとこれは交換で対応。アバカス、運下がりね、行きましょう。多少はね、多少は入れたい。まあ1個出てますから、単純にこれはね、ね、たまたま出てないだけでしょうと。爪こっから研ぎ上げていきますから大丈夫です、1本で足りるでしょう。足かせいきましょうか。敵増えて足が遅くなるので、瞳のところで言うと使える。遅すぎて死んでもしょうがないですけどね。これはやばいな、さすがに。ちょっとまた出てきてくれ、死ぬ。フロア6なんかいいの出ちゃってますね。もしかしてちょっと強すぎる。うん、とりあえずこれでいって、敵の数が増えればお金が落ちるから、結局それはまた体力につながるわけで。で、商品の売買は体力になるから、まあ、このケースうまくできたら体力が無尽蔵に増えていく。で、リロールはお金でやるから、お金を使ってリロールして買って体力増えて、売って体力増えてみたいな、その錬金術がね、できると思うんで、できたら楽しいと思うんですね。できますか。それをね、見ようかなと。で、マーチャントでやるとお金が攻撃力なんで、まあシンプルに強くなっていくわけですよね。さあ、もう 両端に到達したね。アバカスどうしよっかな。アバカスここに置き換えていってもいいですけど、ちょっと今は、あ、こう瞳とこうね、まあこれ1個だけじゃないですよ、1個のやつをこうやってくっつけて。わあ、再生欲しいよね、当然使いましょう。ね、こう埋めて、あ、クリティカルね、まああった方がいいでしょうね、当然。入れましょうか。運どうなんだろう、低いのかな、なんか何とも言えないですね。まあ、回しましょう。お、これよし、交換ナイスと。回してどんどん出てくれ。詰め上げようか。研ぎ澄まされし。お、このお金、これマジ重要だね。アバカスを売るか。20、15%。これ1マスあたり、あ、一番下で言うと、まあ当然高いね。50%。だ、ね。なんとかなるでしょう。金。あ、でもいいの来た。あ、ちょっと、次だな、次。
困ってます。お金関連は今来てるんで、ここで稼いでね、リロールに集中しつつ、アイテムは体力で買って、で、その体力も稼げてるから、全然買う分には問題なくて、で、もうちょい何個いるんだろうね。ちょっと半分くらいあれば、買った体力で売れれば、ね、問題ないわけですから。痛いよ。やめてこないで、こっちに。足が遅いんだ。勘弁してくれ。回避次入るんで耐えましょう。どっから開け、まあ右下から開けていくか。このちょっとサイコロゾーン作りたいな。これさ、こう足遅ゾーンじゃない、ここ 足遅ゾーンだね。足遅ゾーン完成。アバカスちょっとしんどいな。運がどうなんだろう。なんか微妙なラインですよね。足よそゾーンが。あ、これいらないね。アバカスそっち行ってくれ。足よそゾーン広げまして、ここで回避が42。これで死にづらくなると思うんで、あ、いいですね、こちらも。ちょっと希少価値ゾーンに置かせてもらいましょう。で、体力は全然使えるんですけど、範囲か、もう結構上がってるんで、別にどっちでもいいですね。ちょっと一旦ここ使いましょう。ちょっとどっか儲けるかしますけど、足の速さもうね、捨ててますから。あ、経験値。ああ、いいですね、これね。いや、どうしよう。運29、微妙では全然ないよね。ライス1個捨てるか いけるいけるいける。いけますいけます。信じてもらって。いや、面白い感じになってますね。あと、こちらが出ればって感じなんですけど。もう雷パンチか。グレートソードなんかどうでもいい気するんですよね。一応、拳のシナジー。まあ、大したことないけど。まあ、いっか。ただ入れとこうかな、次。結構出ないですね。どのキャラが出やすいとかあんのかな？まーちゃんと別に、前でも出やすかったのかな？結構集まってましたよね。シンプルに青のレア度のやつって、なんか、運高すぎたら紫赤が出まくって多分出づらくなるでしょうし、低かったら出ないし ちょっと難しい領域だよね。運4、50くらいならいいのかな。まあ、まだフロアも浅いから出づらい説か。いや、体力見てください、左上。結構理想的ベガーじゃないですか。今全然勝ってもね、上がっていきまして、強さもね、ある程度ありますし、ここでどうですか？武器をなんかもう転が、武器ってアイテム転がすだけで体力増えていくみたいになったら、素晴らしいと思いませんかと。一旦これ入れときます。アマライスリーですね。ちょっととりあえずこの辺は適当に入れていきます。この辺のゾーンがあまりにも広いですね。あー、ちょっと。お、再生どういる？どっちもいいか。使っときましょう。ちょっとコインが溢れてます、今。巷に。回せ回せ。ちょっと運入れましょうかね。ちょっとここ入れ替えましょう。ちょっとサイコロが、サイコロをちょっと修練させたいな。運3、うん、いや、まあ、ゴールド獲得は全然増やしてもらっていいんですけど、本命がないですよね。
たまたま1個出ただけ、これ。全く見かけないですね。アーマー製、まあ、いらないか。凄まじい体力持ってますから。範囲めちゃくちゃありますから、ちょっと交換もありえるな。次使ったらさすがにやばいよね。死にに行くようなもんだよね。まあ、ここかな。範囲はね、だいぶ100ありますから。経験値か。まあ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 。お、こっちは欲しいね。ごめんね、グレートコール。しょうがない、しょうがない。あれしか集まらないんで。さあ、10か。どうでしょうね。取りますけどね。ちょっと、お金増やして回すしかもう方法がないと思うんで。祈りましょう。やばい、遅いよ。体力入れても回復しないわ、こんなの。独裁も欲しいね。体力めちゃくちゃ上がってくんで、やりやすいでしょうね。ソード火炎放射、フレームワンドにしましょう。ライフスティールができない。どんどん増えてはいくのに回復が追いつかないから、なんか体力が一定にとどまってますね。465、いやー気持ちいいね。あー、ちょっと入れたいですね。19ぐらいの全然タダみたいなもんですからね。これちょっとここの目を入れてなんか面白くしようか。どんどんどん、ここ下に移して、あ、こうかな、一旦。ちょ、ここ瞳ゾーンだね。案外いい感じになったわ、でも形が。お、ライスリル2つ目。25か、まあまあまあ。おお、咲きました、2つ目です。こちらで安くなりますよと。9。まあ、ただ2つ、まだ2つ。ああ、よし、来た。どん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 。はい、どんどん。もう一丁。お。さあ、変えましょう。これはこの形がいいのか。いや、刺せばいけるな。運じゃないのか？もしかして。とりあえず置いときますか。レイピアいる？いらないんじゃないか？今でダメージは別に出る計算じゃないですからね。これが10個か。まあ、つまらなくはない気がする。めちゃくちゃ硬いモンスターが生まれそうですね。アバカスでも入れようかな。いや、でも運はちょっとこのくらいがいいらしいと。適温、来ましたね。気持ち悪い。意味はないですけど、意図も意味もないですけどね。レイピア売ろっかな。いけるかな、ちょっと。爪をここに置いて、あ、じゃあお金。よし。アバカス。いや、とりあえずこのまま行って。もう一個くらい出ないか？お。これちょっと下がりますけど、悪くはないですね。とりあえずここに置いときましょう。体力101。もう使えなくはないですけど、全然。これ3で買える今と。2で売れる。あ、まだダメだね。均衡してない。いやだ、もっともっと。もっともっともっと。
よし、ナイスナイスナイス。5個で均衡するのかな、これって。10で買って10で売るみたいになる領域だね。よし、でもこれは見えましたね。10でこれなら結構いいんじゃないか。で、10個超えないといけないから、1回2個とか手に入ればマジで嬉しいですね。ちょっと運がどうなんだろう。いるのかいらないのか。困ってます。めっちゃ体力減る。めちゃくちゃ減るんだけど。これ独裁嬉しいね。そうか、独裁ってこうやって使うんだな。やばい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 、ここがここが。そう、なんか強いね。ダメージはあんま出ないんだけど。金を稼げー。金は体力。独裁方針、まあでも出るかな、このままいけば。いやでも武器を買っても売っても何しても体力上がるって現象に持っていければマジでいけるよ。これで体力につきね、パワーとかがあれば最高なんですけど、まあ、そんなものはなく。右ちょっと整ってないな。ちょっと整わしたいですね。サイコロが溢れてるんだよ、いろんな場所に。ちょ、まとめまとめよ。せめてまとめましょう。ほら、でっかい T、 逆 T。 フレームアンドがなんか形が合わないんだな。でまだでも減らせそうにはないよね。あ、サウンが上がります。移動が上がっちゃいます。範囲は減っちゃいますと。まあでも入れます。うんで、ね、ちょっと売れそうですけど、まあ回して回して。やっぱお金稼ぎがいるかな。ライフスティール。高めましょう。ほなんかこの形合うね。アイテムがあれば。なければもうお金ですよ、全部。いいんですか？やっちゃいましょうか。あとはね、何を、祈るしかないよね。祈ってます。お金は入れる。運は、40。全然良くはないんですけど、我慢しましょう。出ると思うんですよね。青多分こんなもんじゃない。適温じゃ適温なんじゃないかな。どこまで行くんだ、体力と。楽しみですね。これ爪1個いらないかな。売れそうか。売れそうですね。買わせない。あれ買わせないの。買わして。ライフスリー間に合わないか。いていていて。回避8であるんですけどね。で、止まってる方がいいんだけど、まあ、ちょっと範囲は少しずつ犠牲にはしているので、ランタンを取ったりして。まだちょっと引っかき捨てらんないね。体力800。で、商品安く買えるから体力あんま使わない。こっからもプラスに転じていくと。予想されている。これいいんじゃない。はい、982。もう怖いです。とにかく下広げてこうでいいか。2マスずつの方がね、入れやすいかな。まあ、ここちょっと並べたいから、ちょっとね、動いてもらわないといけないし。ちょっと一旦お金がね、入りますけども。足遅ゾーンもちょっと、まあ、ここまでは足遅ゾーンになれるか。お金、まあ、とりあえず回しましょう。ライフスイッチは増やしますか。一応攻撃力にもなるんでね。実は。
足今マイナス53ね。回避85でちょうどマックス。敵の数が増えるのはいいね。ただ起きづらいんだよな、これ。例えばですけど、こうだな。ね。もう溢れちゃいましたね。もうそうなったらこうだな。おー、まだ出るか。まだね、攻撃速度全然上げれるんで。ライフスティールかな。よし、そこにお金を詰め込んで。で、1マスのいい置き場もありますからね。ちょっと運出ないかな、それこそ。さあ、いい範囲が出ました。ちょっとどうしましょうか。足かせ、ちょっともう無理ですかね。捨てるものがお金くらいしかない。まあ、ライフスティール捨てれなくもないか、30。いや、でも、もうでも全然足りないですね。毎回起きても減ってきそうなくらいですけど、今は。取りはしたいが、なかなか、交換できるものがないね。一旦、これ今いくらで売れる ?6、ああまあ、そんな体力も減らないし、ちょっと他のアイテムに行きたいだね。お金を減らすのか。武器を減らすか、それか。いや、いける気がするな。よし。こっちへ来い。ここいいですね。まあ別に経験値の方が広がっていってもいいんですけど。合流したね。まだメインはね、ここですから。今ちょっとサイドの者ともが入ってきてますけど。よし、来ましたね。まあちょっとまだいりそうで。もうこれを売るしかないもん。運も1個ね。さあ、これで今トントンじゃない?買って売って同じ値段だね、ここで。6個目から買われ始めます、この世界は。10! やめて、敵がいない、敵が。毎秒10減っていきます。何も仕掛けば減ってくんじゃない?これ今。別にね、当たってるから減るっていうよりかは、いるだけで減ってくんで、ちょっとどうしよっかな。毒祭は絶対欲しいから、この状態はいいんですけど、ライフスリルが足んないかな。無理だな。何しても減ってくわ、これ。ただ減ってく方が絶対勝っちゃうね。よし、あと1個、あと1個。これ下置いときますか。77だよね。あれ、ちょっとこれ交換しようか。ちょっと瞳を増やして、あ、でも交換っていうかシンプルに増やせばいいか。経験値はちょっと。ちょっと NG ですかね。入れれますけど。お金増えてるんでいけそうだね。てか1フロア長いな。絶対これ。回せ回せ。ちょっと運取って。わあ、クロスガン。どっちがいいんだろう。0.03、0.02でしょ。
これ6マス、これ8マスだよね。マス目とかで考えたら、こっちの方がいいか。まあ、このままだね。か、これ強かなってっけど、別にね、カラオクリアにならないし、いやでも売るのもな、ここまで育ったしね、1234。ただオクラは難しいんだよな。こうして外せばできるか。先に売るのちょっと怖いな。まあこうだね。いや、どっちが、これでミスったらもう致命的だよね。多分ヒット数ならフレームアンドラが多いよな。ちょ、制圧力にかけよう。まあ、また出てこればね、いいですし。で、ここまで圧迫してるが、とりあえず動かして。よし、きたこで買って売って儲かるゾーン、ただ全然隙間がないですね。例えばこちらですね。やってみましょうか。8で買えますね。待って、まず。分かってるものでやった方がいいか。これどうだ ?6。ちょっとわかんないな。1、あ、でも1一応同じ。8で買って、10で売る。10HP で売る。これまだ8で買ってるんですけど、買った段階でもらえて、さらに売ったらもらえるみたいな、そんな現象がね、できるらしいんですよ、どうやら。ライフスリーっていうか、シンプルに上げた方がいいかな。まあ、範囲ですかね。ちょっと、ライフスティールできないから死にそうっていうので。よし。さあ、こっから今やっと半分に到達した段階だ。殺しちゃうか、これ。いや、行って、制圧してくれ。やば。死ぬ。食らってるというよりかは、自動的に死ぬ。まあ、体力減ってきたら勝手に減らなくはなるんで。毎秒15なんてね、回復しきれるやついないよな。どっかで減らなくなるはずなんですけど。この辺が?あ、この辺だな。200 こんなに出るからのに200しかいけないと。独裁さえ来ればね、なんとかなるんだけど。これちょっと端に動かして、ここ空いてますよ、範囲。一旦売ろっかな。ライフスリー15%大きいけど。ちょっとね、今はいらないかな。ただただ減っていくだけのやつになってるもんね。じわじわ死にゆくやつです。来ましたね。あ、これいいじゃん。気象ゾーンができましたね。新しく。こう、気象ゾーンだね。で、それ一応売ったら儲かるから、いいものはね、売ろうか。7で買って、7HP で買って9で売る。あー、クロスガンいいですね。クロスガン別にそのまま売ればいいのか。売って、買う。5儲かってますね。あ、これはいりますね。ようやく来てくれたという感じですけど。
体力1675。ちょっとね、どうしよっかな。毎秒17くらいいますね。よし、一旦売りましょう。強い感がないよ、これだと。毒祭が来たらまだ使えるんだけど、だってもう可能な限り FC でできるからね。こっちが上限体力に達することなんてないんですから、今回においては。それがないとただ体力の上限が低いだけのキャラになってますから、完全立ち止まりもできないもんね。400回復するんだけど、上限によるからか。2020、えぐすぎる。いやまだ下行きたい。下一旦そこで、さあずらしいの入りましたね。こんな感じかな。1752、 0.17、 あんまり変わんないなこれ。まあ 1% だもんね。ごめん、セオダラだ。こっちにしようで、売ります。一旦売る方針で考えましょう。毒性が来たらちょっと考えるけど、なければ絶対売ろう。さあ今はまあライフスティール、あ、これないとそう減るもんね。そう、そこがあるから売りづらかったんですけど、で一応あと 5% くらい戻しときたいん で再生2あるからね。ちょっとあの人形取ってもいいね。出てこればですが、さあうん、これで交換完了です。範囲ね、まあ、敵の数を増やすって意味だけにって考えたらいる。足来るなよ。あ、足来た。最悪ですね。まあ、でしょうねっていう感じではあるんですけど、でクリティカルってこれって、あ、ここから減ってくんだもんね。絶対になることはないな。さあ来なくなったな。運が高いか。この辺来たなんか38、40なんかくらいのねえランク帯でしたよね。体力1974、これ回復できます。これ止まったままで入れますね。まあ死にはしないでしょ。しんどいか。なんか近すぎて殴れねえみたいなのあるよね。まあ、四国の長はね、入れ食いでしょう。確実に倒してもらって。アイテムないかな、アイテム。アイテムあんまない。さあ体力2350。2191。お、ナイス。ナイスナイス。来てますね、来てますね。そう、さっきそばあんま売ってなかったな。4で買って11で売る。いよいよ。これお金使わないからね。まあ、でも逆に言うとお金増えないんですけどね。3で買えば6で売れるか。やっぱある程度高いものを買わないとダメだね。
待って、こっちの方がいいんじゃないか。550、まだ始まったばっかだしね。交換しちゃおう。3838、いいね。9は入らんわ。スペース的にむずいな。あ、クリスタルスタッフだね。951、1800。入らないならいいや。3、8と7があるんだね。あ、6、6いいな。こうだな。さあ、体力上がっていきます。ただまだそうだな、足りないね。お、独裁来たね。よし、これは別に敵殺すとかでもないから、で、置いときましょう。の前にちょっと、ここ入る？どこに入んのこれ。入れてくれか。あ、ここだね。ナイス。売れるもん全部売れ。こうなると体力、まあ、でも、なかなか回復しないしな。多すぎてね。問題はないですね。どうかな、敵数ちょっと欲しいね。ちょっと一旦こう入れといて。ちょっと調子ね、調整しながら変えていかない。お、来ました来ました。で、これで体力回復もしてんのかな、これ。現在の体力が2140。あ、回復もするんだね。わ、ディバイン。ディバイン、クロスガンから1個大きいんだよな。あと、クロスガンの位置がね、ちょっと、ずれてるのもあって。よし。こうか。まあまあ、進めよう。あ、これはどっちでもいいね。入れときますか、ちょっと。入れるもんないし。ダメージの方ですね。攻め力下がりますけど、関係がない。グリモア入れて打って。これはダメなんだもんね。あ、で終わりか。これだけできるな。お金で買おうっていう癖がちょっとあるからね。ちょっとこれはどっか動かしたいですね。今一旦ここに入れときます。300あるんで、これで、よしよしよし、殴ってくれ。食らない、ちょっと何も食らないんだ。よし、どんどん来い、どんどん殴ってくれ。あの上の回復取ったらめっちゃ回復するんで、多分一瞬で終わっちゃうね。ほら、ナイス、ドン、食らわない。上行くとダメなので、下で稼いで。これなんか体力減らすもの欲しいですね。ライフスティールのやつがいいかな。人形で1にしよう。1から3500へ回復するという、その壮大なストーリー。体力3979。どうしましょうか。これ邪魔なんだよね。5マスか。どこにも入らんよな。なんか適当にこの辺に置いとこうか。とりあえずこのままにしといて、あ、一旦ちょっと毎回しまって、まあ、良いものは買って売ってだね。
これはね、最低限やんないと。やればやるほど体力増えますから。で、4012でちょっと覚えときます。これでちょっと、どんだけ変わるかだね、最後には。さあ、4080なんかでしたが、4300まで上がりました。で、ヴァンパイアの心臓入ってきましたですね。これで独裁が凄まじいことになります。44 おい、すごい減るんですけど、地獄ですね。でも、したらしただけ増えていくんで、体力も増えてきますからね。回復くれドン。うわ、すげえ、めっちゃ回復する。1000なんか回復するね。わあ、すごい。まだ減ってくんでね。さあ、これですね、体力めちゃくちゃ上がってはいくんですけど、毎回大変ですね、まずで、今18、次19か。集まらんかな。ちょっと運捨てましょう、もうちょっと。青が少なくなってる現象かなっていう。高ければ出るもんでもないですし。5600。これとりあえず端っこに置いとけばいいや。こんなもんにして。でも青が今いっぱい出てますよね。この感じなら正解ではあるんだろうけど。で、この大きく開けておくことによって、この辺ちょっと一旦ね、こんだけ開いてれば、まあ大抵入るでしょっていう。今回5600スタートですね。5600台スタート。さあ、5600くらいから6000まで上がってきたと。なかなか出ないです。そしてもう19まで来ちゃったね。さあ、今買って売れば体力上がってくっていう状況なんですけど、10個を超えれば買っても売っても上がっていくっていう現象になるわけで、そこまで行きたいですよね。体力6000まで来たんですけど、もっともっと上がる。このキャラになんか出やすいやついるかな。途中まで出やすかったですけどね。運はね、下げてみてます、途中で。運下げで青を出やすくしてみてますけど、まだ下げれるかな。サイがもうなくてもいいくらいなんですかね。マイナスはいかないですけど、ちょ、最終は上下で終わりか。運いらないかな。ちょっとなしにしてみるか。まあ、ほぼなしだね。いや、どうしようかな。体力やっといた方がいいかな。
じゃクリティカルやりたいね。でも74、これいらないんだね。お、どうしようかな。最後極力上げたいですけど、まだ紫出るな。入れてやろうか、アバカス。これここに入れればいいや。このコインどこにでも湧いてますね。さあアバカス、運下げ、運下げ。いやでもっと下げてもいいな。ないか、なしだな。前これで出たっけね。ちょっと悩ましいとこだよね。出るか出ないか。途中から全く出なくなったから、まあ、影響はありますよね、絶対に。よし、ああ、それアバカスです、もう。これ1マスかのとこはこのままで入れていいと思うんで。でもこれでも出ますね。どのキャラでも出るんじゃないかってくらい出ますけど。出やすいんだな。いや、この数よりだって、絶対ディスカウントより多かったと思うんですよね。途中スルーしてますから。で、ちょっとほどほどにしよう、体力は。もう十分な領域来てますから。でも青じゃないのも出始めたね。低すぎると、それはそれで、ダメらしい。ちょっと戻しますか。ちょっとストックしとけばよかったね。これライフスティールゾーン。7000、1万いけそうでしたね。まだいけるかな。いや無理で、無理だ、さすがに。こっからは、こっからはいかんか。おー、よし、来ましたね。やっぱ運低めか。で今12345678910、おゼロになるやつもある。で、これが、全部ゼロになって逆にね、逆に、プラスになるらしいんですよね。まずゼロを見ないといけないね。クリティカル82。いいですね。アマカスは別にもういらないかな。運がないからあんまり、いいのも出なくなり始めましたけども。うん、まぁ、ちょっと使って、ね、開けて。まぁ、ちょろっとおればね、もうすぐに今の分なんて儲かるでしょう。30なんかでしょう。1で買ったものが今4とか、4倍になる。この辺はじゃんじゃん変えて、紫出ますね、全然ね。いや、下げないようにはしてるんですけど、今。こんくらいなら出ないですか、もうちょい。あ、来ました、ナイス。さあ、10、これで、10の領域です。あ、もうこれいらないですね。ちょっと、押し込んで。あ、どうしよう、2周目入っちゃったな。もうこの辺いらないか。売っちゃえ。これ今全部ゼロですね。あ、いけそうだね。もう一個出てくれれば。この次にですね、逆に数字がつくっていう次元、そこがあるらしくて、その領域にね、行きたいなと。じゃあライフスティール下に置きましょう。で、もうそんなにここに開くとはもう思えないですけどね。ここね、この間にお金詰めとこう。あ、今買ってよかったね、別に。買って売ればよかった。紫色からはね、高いですからね。で、独裁は別に売らなくてもいいよね。最後とはいえ。さあ、ではしなかったか。よ
し全部売りましょう最後。ああこれ売れないね。さあ正直最後いらないアイテムがめっちゃあるんですけど、せっかくならこう並べたいよね。まあこうでいいか。アバカスお金関連、ここからお金関連で、ライフスティールゾーン、このお金はどうでもいいんで売ってもいいですけど、ちょっとずらしてずらして、よし、あと1枚でしたね。ただでは買えて、それを売って HP にできてるんですけど、もう1個がいけなかったですね。ちょっとまたやんないといけないか。このキャラじゃなくてもいいね。ただ、マーチャントでもいいか。最初、まあ、お金が増えればまだ体力上がるんで、あってもいいですかね。ここに気象ゾーンだね。気象1個ゾーン作って、範囲ゾーンがあって、まああってもいい独裁で武器で、ここ足要素ゾーンね。結構広がりましたね、足要素ゾーンね。ここまで侵食してもよかったと思うんですけど、はいはいはい、トータルこんな感じね。まあ、体力がすごいね。これが、このベガーの力。ベガーのアイテム購入とかは HP でやるんですけど、そこも同じお金のね、ディスカウントシステムだったので、体力をね、上げることが、ね、ひたすらできるっていう。8408までいきました最後。この獲得ゴールドが力になっていく。いやー、もっと欲しかったな。これめちゃくちゃ出やすいキャラいないかな。これちょっと戻りますね。前やったまーちゃんとどうだろう。まあ前めっちゃ運下げてやってたと思うんですよね。まあ青以上が出ないような環境でやってて、それでもうまくいってたから、そういうパターンでやろうか。他にいるかな。あんまアイテム自体そんな見ないですからね。運が高まっていくと必然的に消えていくんで、やっぱキングでいくと多分無理で、まあちゃんとで、あのお金のコインめっちゃ入れて運とか下げつつアバカスとで下げてってやると多分序盤出ないんだよね。どっから出るようになるか、序盤引いた方がいいのかね、難しいところですね。で下げまくると毒性とか出なくなるから、ちょっと必要なアイテムも出づらくなる。その切り替えが必要そうだね。ただこのベガーは体力が8000へと到達して、まだ伸びしろがありましたね。もうちょい1万はいけそうな、そんなね、うまく使えるキャラでしたね。